はい、どうも、小太郎ですっていうわけなんですけどもね、はい。いや、今日はいつものね、1時間ぐらい登れる、飯盛山、東大阪飯盛山に登りたいと思います。そこでですね、ちょっと今日はいろいろと撮影ですね、動画の撮影に話に、ものの撮影とですね、あとこの、トポアスレチックですね。この間買ったやつ。これちょっと影になって見えへんの？これやな。トポアスレチックね。それのね、ちょっとテストですね。一回これ街で歩いてね、特に問題なさそうやったんでね、ちょっと実際山に入って行こうかなっていうセカンドチャンネルとなっております。じゃあ行ってきます。はい、今休憩中です。ちょっとね。ロッカー構造がすごい自然とね、足が前に出るっていうのが快感なんですけど、なかなかね、足の幅が広くて、こんだけ分厚いっていうのはね、ビボベアフットを履き慣れてるかせいか、まだちょっと違和感がありますね。はい、そういう感じになっております。はい、ね、こうマッシュルミング結局ついてね、登った後は登るっていうね、なかなか健康的ですね。酒が飲まずっていうところなんですかね。これね、今日一日、履いた感想なんですけどね、なんかね不思議な感じですね。最近もビボフットウェアでね、薄手の靴ばっかり履いてたんでね、なんかこの厚底のやつはなかなか、不思議な感覚なんでね、あれなんですけど、やっぱりね分厚いやつ着地時がちょっと安心しますね。すごくね、安心してるのと、やっぱりこの前の方が広いんでね、足の指が自由に動くっていうところなんですけどもね、なかなかねちょっとこの厚底が邪魔して、なかなかそうは感じひんかったのかな。でもまあまあ普通の靴よりは動くっていうところなんですけど、やっぱビボの方がね、足の指さを動かしやすさはありますよねというところなんですけど、まだまだね、現状はちょっと、履き慣れてないというところでね、また、まあまあピンとこなかったというのはあるかもしれないですね。だからまあちょっとずつ履いていってね、まあ良さが、分かっていくんじゃないかなというところです。はい、またちょっと、引き続き、だからというところで悪くはないですね、というところで引き続きレビューしていきたいと思います。はい。